ここ狼なんか言うんだよな。何言うんだろう。絶対許さないとかかな。攻撃ゼルガン、せだと言うと。あ、入った入った階層。ワンワン、あ、ワンワン。やっぱこう見るとでかいな。もののけ姫の話？え？人間のことをよく知ってる魔物。あ、でも魔物だから元は人間ってこと？あ、てか、カイネさん、あ、マジか、マジか。いや、まずカイネさんに触れていこうか。あ、ちょ、動かないでよ。おー、なんだその格好。布面積がさらに減っているではないか。ていうかもう、いや、エミールくんよ。やだ、何その可愛いおべべ。え、てか武器も鯉のぼりになってる。え、君可愛いね。え、可愛い可愛い。あの武器、ウェポンストーリー見た時に、あの主人公の服はこう見てたんだけど、他の二人は今初めて。可愛い。や、エミールくん可愛い。え、あの一応セーブできるところまでこの衣装で行って、次はあのもう一個ねもらった衣装あったから、それに着替えようかなって思ってたんだけど、あ、可愛い。カイネさん消える、消える。え、黒髪も可愛いね。シーナリンゴみたい。これで結婚式参列するのいいの？エミル君いいかな。あ、愉快な集団になってる。まあ行こっか。もうサブクエとかもないから走っていくぞ。はい、着きました。ここ行けばいいんだよね。そういえばあの道中、あのアイテム屋とかいろいろ寄り道してて思い出したんだけど、フリージアのサブクエあったの覚えてるかな。で、あの結局あの魔物に殺されたんだよって伝えたんだけど、その後後日談あったんだよね。見に行ったら、いや、あいつね、いなくなってたんだよ。どうも武器を持ってどっか行っちゃったらしいんだよね。で、奥さんと子供だけが残されてて、いつか帰ってくると思いますって奥さんは信じてますって言ってんだけどさ、やっぱあそこもあの私の伝える内容というか選択肢で変わってたんよね、きっとね。やっちまったなっていう。やっちまったんすよ。ランザオ、はい、お邪魔します。セーブした。 OK、これでいいんだよな。どっか入れるようになってるわけでもないしね。そう、動画確認したら、あの、ナンパ船のところで、どっかの部屋入った時、あの、隠れてた船員の日記見れるページ？あ、日記見れる部屋？私探索甘いなとか言ってたけど、一周目の自分の実況を見たら、いや、あそこそもそも入れなくなってたみたいで、2周目だから見れた内容だったんだね。あ、全然探索甘くなかったよ私。ああ、かけれ、お久しぶり。近々年貢の納め時、結婚とは。失礼きた。同じだね、この辺も。お久しぶりです。もしかして驚いた。まあサクサクっと行きますけど。つえ、いらそう。で、結婚式出ないつもりだったって。やっぱカイネさんにすごい懐いてるよ。まあ、命の恩人だもんな。はじめます。結婚ってことな。夜せれ。この後も変わるかな。ムービー挟みそうだな、そろそろ。やっぱりムービーだ。いや、こいつのことは大嫌いだけどかっこいいんだよな。ほんほんほん、仲間を助けに行く。狼狩り？それはやっぱ仲間やられたから人間の方も怒ってんじゃないの？今は騎士ゼルガンド、カイザーソーかける和世中された。あ、そういうこと。
こんなことしなければあれにはならなかったということ、人間サイドがそもそもあのちょっかいを出したから、うわー、あ、これも掟だったのかな、結婚式の前に狼狩りましょうみたいな。なるほど、うわー、やれやれ。シロは浮かんで、カイネさん、カイネどうし、結婚式などというめでたい席に私が出てもいいのか、せっかくおしゃれしたんじゃない、いいのよ、王がじきじき、かぶいてるよ、この町は変な話だから、うん、そう、我個人の価値観からすれば確かにな、かような下着姿でこれの場に臨むは甚だ奇妙に映るがな、マジであの通常衣装より布少ないからな同じかな、エミール君も。やっぱエミール君ね、あのコメントでやっぱりそうだって言ってたけど、ガチ恋だよな。あ、かわいいな。いや、エミール君のこの服かわいいな。いや、なんだか寝られなくて。そういえば赤なんだね。一応エミール君男の子で、恋のぼりって黒とか、青とか緑とか、まあ今そういう時代じゃないけど、一応男の子向けの色っていうのはあったのに、相手の赤なんだな。何か心配事でもあるのか。明日の結婚式素敵だろうな、うんうんうん、いいな。エミールにもお嫁、他にない、まあそうだよな。そうじゃないんだけどな。かわいい、ほんと武器もかわいい、いちいちかわいい。流亭だって改ざんを解きて、ジョンシッチ、いわゆる、いや、そもそも民に束の間が、うん、それに、ごめんね、サクサクいくよ。フィアを幸せにできるじゃないか。そもそもどっちが始めたことだってなんだろうね。大切な誰かを守り幸せにする、うん、あ、ここのセル、まあ、飛ばしちゃったけど好きだよな。アルトルは自殺だった、うん、対決だ、さねえ、うわ、この後起きること分かってるからなんだかな。あ、うん、あ、この狼にもきっと家族とかがいたんだろうな。倒れていくね、次々に。狼は魔物ではないから言葉は分かんないよな。あ、ボス。抜けないんだ。悲しい叫びだな。つながるんだな。花が舞い、人々が祝福をくれる晴れの舞台、憧れちゃうなね、カイネさん。知らん。もう一周目の時はね、ここのやりとりが可愛くてめでたいねってウッキウキだったんだけどな。そっか、ボス、あの狼のボス、いや、でも
でもムカつくことには変わりないんだよな。でも多分そういうをやったやられたの応酬で一番犠牲になるのってそのやったやられたのやった当事者じゃなくてその弱い人たちが一番こう被害を被るんだろうな。ほらフィアちゃんの弱さは罪であったかって王様もね言ってたけど、まあなあ。そっか、狼もボスもみんなステイステイってやってたけどもう怒っちゃったもんな。来るよな。まあ行こうか、同じだもんね。異形とラセンチコイアルテルアシースヨーリンチポッテチサイトズセオテイキコ。キースキースってテンションにはなれないよ。さあテレルータいいか。かわいいな、かわいいけど、かわいいけども。これやっぱ王族ってか二人はお揃いの仮面なんだね。多分夫婦で仮面を揃えるみたいな文化圏なのかな。ありがとうって、うん、あ、ここムービー反映されてんだな。エミール君よかったのかな。エミール君本当にあるのわかるけど、あ、ちょっと集中。あ、うん、結構入りますね。あ、でも魔法を弾くんですよね、あなた。はい。なんかやってくる、なんかやってくる。当たらん。あ、あ。ここは言葉ないんだ。帰るぞみたいなこと？フィア、あさって、キッサレヒロ、キッテスレ。カイザム、グサ、あっち。フィア、答えによりれゆタク、なんだ、あたき、およりか、ち、すれて、今追っても帰り討ちに会うだけだ。カイザム・イオリ、ラフェアナス、ヌーン、ザルス、
ザルツン、ゼルガーザルツンとゾルキアーレル。ゾテおられきたも、ユリ・ペルワトル・カイザム・トトデク・ラ・クルトデク・ゼルガントイ・カラツ・グキテテ・カイザム・タリエ・キューサ・カイザムラ・オットと来て、ソードリ・リス・ダカイ・引き下がるとは思えぬな。ああ、今にも一人で狼を倒しに行きそうだ。放っておくのか。そんなわけないだろう。俺だって狼たちが憎い。戦うのであればさっきのようにはいかぬぞ。分かってるぞ。そりゃあの狼サイドの事情も見たし、まあ嫌いなことには変わりないし、これが起こるっていうことも分かってたけど、やっぱり泣くな。これから幸せになれるって、突然こんなことになって、なんでもない明日が来るって思ってたのにさ。ほんと多分あいつだ。嘘嘘嘘。よし、セーブも済んだし、お着替えも済んだし、行くか。これは鎧武者、鎧兜、鎧武者、忘れたけど、めちゃめちゃ鎧だよね。ちょっと日本テイストになってんだね。戦いの準備はできたのか。うん、カイネさんはまだ見てないんだけど、エミール君もね、可愛らしかったな。あれも可愛い。まあ大丈夫だろう。我39レベルぞって感じで。ああ、リーアの仇を討たないとな。うん。フィア・ヤーリル、うん、ゼルガン・キゾト、ヤージズ・ドレル、うん、引き事件図、あ、アルテムアダド。狼の群れがどれほどの数か知っておるか。村を襲ってきた狼どもなどほんの一部だぞ。エミール君ね、これまちょっと正面向けないけど、カイネさんもまた布の数が、布の量が少ないわね。でも髪の毛若干外羽ね、ショートカット、キャワですね。セルスタイこんな状況で話す話ではないね。うん、デキュワッチュワッセ、いいのよ。お前のためじゃない、うん、フィアのためだ。もうカイネさん口が悪いんだから。あ、エミール君武器なぎなたになってる。意見が揃ったな。ならば急ぐぞ。悲劇を止めるのだ。じゃカイネさんも武器変わってるかな。うん、行こう。それ敵側の事情もわかるけど許せへん。カイザム・アクラ、ゼルガーン、これでサト、うん、アルテルはトヤリラ、フィアクスタ、あ？ここの治安の悪い喋り方好きなんだよな。フィアギキタ、うん、タトサダ、キラツヨリウタタキツシ、リュウリュウトサ、ティン、ヨリウアイソト、フィアドッツだった。あ、ね、争いの犠牲になるのっていつだって弱い方なんだよな。ティン、アンダダセ、ゼットシケン、ユカイザムテク。そうそう、思ってたんだけど、王様もさ、ちっちゃい頃にお父さん亡くしてるでしょ。お母さんはどうなのか分かんないけど、この様子だといないよね。でフィアちゃんも多分家族から、家族生きてんのかな。そのここの村に、村に来たのは出稼ぎみたいな感じって書いてたっけ。だから家族にも会わずにここに嫁いだ感じになるよね。お互い家族が、まあ、いないというか、そんな二人が家族になる
ていう、まあ、そういうのもあって、本当フィアちゃんの死はなおさら悲しい。アンダルアミ、この副官の方も長い間王様と一緒にいるみたいだけど、やっぱりあの家族とはまた、まあ、家族みたいな距離感ではあるんだろうけど、やっぱり家族とはまた違うよな。エミール君かわいい。カイネさんは綺麗。アンダ、いえ、フィア、ロテとやりかきそできた。うん、と食いてゲルだ。エルダ、ラール。エルダとカイザルで。カイザルとアイト。フィア、アイザルで。フィア、ジュレ、セキタトットだ。ゼルガンで。アンダ、ゼルガン、ヤーリズ、ガッチ、クリト。階段、ゼスタル、ペラ。老体、リスラ関係、かけてしたすわれ。アルムーキ、エルトチ、ギサンってきた。アルム、浮き汗、ん、クユーリエ。押してキルタチエククギリスアーガイ。え、カイザムユーリ生きお辻デクゴユラ、カイザムチツストジー忘れたしユーリア。こうだたチより歌え。まあ、家族ではないって言ったけど、この副官の方も長い間王様と一緒にいたから、このフィアちゃんを失った王様のやりきれない気持ちとか復讐心とか一番理解してる立場かもしれないよな。あ、そっか、このあと狼出てこなくなるんだよな。最後なんだ。うん、弾けるわけねえだろうって遠吠えしたんだろうな。え、しかと受け取ったぞってすっごい今聞き取れた。あー、こっちはこっちで立派な王様だな。クリ、ゼルガン、タチトグだ。あ、魔法、魔法何装備してた？千枚、槍、どっちだ？リン、行って、クタイ。いいのよ、いいのよ。リエのためだ。うん、行くぞ。魔法の装備どっちだったっけ？ここは千枚じゃないときついんだよな。待って、あ、よし行くぞ。来い。狼たちが王を狙っておるようだ。伏せ、ゲルダ、カイザン、ごめんね、残りの人たちだったんだけど。奴の狙いは仮面の王。次へと飽きることだ。はい。狼たちの怒りはどこからやってくるのだ。あとあとあと、王様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 、守る、王様守る。リーダー以外からは魔物の気配が感じられる。魔物の味方をするのなら切るまでだ。ザルツ、ゼルガン、ストと覚悟。はい。バーサ、お前ら人を許さない。共存することはありえない。
熱い。上だ、気をつけろ。まっさくさくよな。ごめんね、強すぎて。カイネさん武器変わってなかったね。ここ狼なんか言うんだよな。何言うんだろう。絶対許さないとかかな。攻撃ゼルガン、セダト、ヒュッド、アキ、月大使。ああ。スラエ、フィア、ゾ、ゲンカ。二人とも立派な王なんだよな。これやっぱこの争いをそもそも始めたのはどっちなんだっていう。いや、この場限りでは人間サイドが始めたことではあるけども、そもそものそもそもよ。狼、誰？仕方がないからね。お前が生きるんだ。生きて時々わしを思い出しておくれ。一緒に暮らしてくれてありがとうな。ちょのリーダーは魔物だから、そのゲシュタルとかというか、まあ、したんだよなって思ってて、あの人間がね、まあ、なんかの手違いなのか、まあ、何か地位のある人間だったのかってことで狼にこうゲシュタルとかされて、その魔王サイドの、まあ、結構な立場の方だったのかなとか、まあそういうことを思ってたんだけど、もともとはに、あの、犬狼？飼い犬ってことだよな。ジョンだったってことだよね。まあジョンってあのサブクエの犬の話なんだけど。だからあの、冒頭のムービーで人間と共存できることを私は知ってるみたいな。人間に優しくされた記憶があるから人間のことを信じていたけども裏切られた的な話。うわぁ、うわぁ、それで忠誠のケルベロス。おじいちゃん、おじいちゃん、うわ、まあ、そういうの弱いって。いや、相変わらず憎いんだけど、私もフィアちゃんやられてこんなつら。好きでそっち抱かれ添えたくそとくら探すと意識終電ライアリスってち。フィーヤはこれまでも十分幸せであった。こう本当に悲しすぎる。本当に共存できたらよかったんだけど、なんとか共存する道はなかったのかな。やっぱり対話
対話が必要だったってことかな。でも言葉が通じないんだよな。うわー、お、なんとかコントがやり方があったんじゃないかって、ま、思いつかないけど、どうしても思ってしまうな、これは。そっか、だからラストに砂漠は持ってきたのかな、ゲームの作り手さん。もちろん、あの娘ならきっとそういうはずだ。フィーアの誇りだった立派な王であれ。ああ、ダタ、ドリス、キョリュー、クタイト、リッチライル、カイザマ、チッタダ、ケテタイソト、チッタってるんだ。やれやれ、また起きてか。うん、ラーのペルはトンリアル、あんたトシトシ、アルテルはヤリルロフィア。あ、かわいそうです。すべて魔物が存在するからいけないんだ。2週目になって魔物サイドのこういろいろ事情とか見れるようになって、ますますこのニーヤくんがさ、魔物が全部悪い、魔物が全部悪いって言ってんの、まあニーヤくんからしたらそれが真実なんだろうけど、なんか思考停止に陥ってるような、まあ、あえて思考停止することでこう立ち続けているというか戦い続けられるみたいなところはあるんだろうけど、こうゲームやってる側からすると思考停止してるようなやっぱ印象を受けるな。あの王様、その先にお願いがあるんですけど、決して決して魔王の城には来ないでください。本当にあの、いや迷惑っていうわけではなく、すごい気持ちは嬉しかったんだけど、気持ちは嬉しかったんだけど、その助けに来てくれることより、あの長生きしてほしいんですよ。本当に命を大事に、恩義もあるんでしょうけど、本当に恩義以上のね気持ちを我々にね抱いてくださってるっていうのはわかるんですけども、一番何より自分の命、民の命、町のことをあの一番一番大事にしてほしいんですよ。あの一週目でも言ったけど、本当言ったから、来ないでね魔王の城、頼むよ。じゃあ帰るけど来ないでね。じゃあね、長生きしてマジで。これで全部だね。魔王のところに、ヨナのところに行けるのか。あれ、こっから村帰って、村帰っていいんだよな。しかも、絶対に取り戻してみせる。うん、あれかな、魔王の城に出てくる魔物、なんか幼稚園みたいなの開いてる瞬間があったけど、そことかも言葉がわかるようになるのかな。それはちょっと楽しみだな。まあ、一旦村帰ろう。帰ります。水路に魔物が出たらしくて船が使えないんだ。え？え？すまないが陸路を移動してくれ。ちょっと、あれ、陸路を移動してくれ。ポポルのところに戻って話を聞くのだ。いや、それは分かったけど、え、ムービーが挟まるから水路ダメですってこと。え、セーブしてないけどいいのかな。まあ一旦帰るか。ムービー、え、なんだろう。どうした。これでようやくヨナを助けに行ける。うん、ああそうだな。うん、何を考えてる。やっと行けるってこと。どうした、何を神妙な顔をしておる。シロ、え、相談があるんだ。何え、カイネとエミールのことだ。え、魔王との戦いは今よりもっと過酷になる。あ、一人で俺行くよみたいな。ヨナのためとはいえ、カイネとエミールを巻き込んでもいいのか。あー、そりゃカイネさんとかエミールさん
ともエミール君とも仲良ピッピだけど、やっぱりこういう胸の内を聞いてたのはシロなんだろうな。今さら何を言うておる。いいコンビだよな。おい、あ、何ふざけたことを言っているんだ。やべ、聞こえてるぞ、聞こえてるぞ。聞いていたのか。エミール君可愛いな。それカイネ、エミール、俺は私たちを置いていくなんてふざける以外の何だって言うんだ。カイネさんの髪型とかよく見たかったけど見れてないんだよな。結局可愛いよな、ちょっと外羽気味というか。やっぱショートカットが似合うのはさ、美人の証なんだよねと私は思ってるんだよね。そうですよ、こんな僕を受け入れてくれて、何があっても一緒だって言ってもらえた。そうだね、今度は僕たちがお返しする番です。恩返しとか仲間とかそういう恥ずかしいことをいちいち説明させるな。あー、トントンしてる足、イライラしてる。まあね、すごい、カエネさんは乱暴な、まあ、口調であったり乱暴な方だったりと、まあ、しますけども、やっぱり優しい人なんだよな。あ、でもただでやるなんて言ってませんよ。おヨナさんを助けた後は僕たちのことを手伝ってもらいます。せやな、カエネさんの魔物付きのこととか僕の姿を元に戻すとか。っていうか、魔王の城行ってエミール君があんな風になるわけだけど、こういうやり取りをしてたってこと？うわー、うわー。それを直す方法を探す旅に出るんです。きっと楽しいですよ。世界中のグルメも楽しんじゃいましょう。うわー、うわー。エミール君って多分ムードメーカーでもあったんだよね、このパーティーの。この多分エミール君自身だってすごい悩みとか、この姿とかさ、気にしてることはいっぱいあるけど、あえてこう明るく振る舞うことで、みんなを励ましてたんじゃないかな。みんな救われてたんだよな、こういうエミール君の明るさに。無駄に食ってやるからな。金の準備をしておけよ。いいなぁ。いい関係性だよなぁ。いいなぁ。みんな、ありがとう。うん。ヨナを、必ず助け出す。うん。いや、いいムービーだ。